チーズは、どこへ消えたは、アメリカ合衆国の医学博士、心理学者であるスペンサー・ジョンソンが表した、童話、ビジネス書。1998年にアメリカで出版される。2009年時点で、全世界で、累計2400万部、2019年時点で2800万部を超えるベストセラーとなっている。日本では、 2000年に不走者から役所が発売された。ピーク時には一度の重版で50万部を増刷したこともあったが、それでも書店注文に生産が追いつかないほどだった。2015年時点で累計400万部のロングセラーとなっている。2020年12月現在では105冊408万部。日本版出版に際しては、ハードカバーの本家、アメリカ版ではなく、 軽いタッチのイギリス版が参考にされた。総画はイラストレーターの長崎邦子が担当している。マーケティングライターの牛久保恵は新しい価値観を探して行動を起こすことの大切さを教えてくれる本と評価している。出版プロデューサーの平田静子によってプロデュースされる。平田が年末年始に 企業のトップが訓示をする時のネタになると踏んで、上場企業100社の社長に手紙を添えて、憲法にしたところ、大手メーカーの社長が、年始の挨拶で紹介したことで火がついたという。2001年には、本作のパロディとされる、バターは、どこへ溶けたが道出版より出版されている。2011年には、本作を称えつつも、異論を唱える、チーズは、探すな。 が、ディスカバー21より出版されている。著者のジョンソンは2017年に逝去したが、本作の続編原稿が残されていることが明らかになった。チーズは、どこへ消えた本編で変化に対応できずに取り残された小人を、主人公に据えた作品で、日本では2019年に、迷路の外には何があるの題で負荘者から出版された。チーズは、 どこへ消えたプロデュース平田静子さんが、初の自著後輩へ、エール、キャリアの道はいつからでも始められる。産経ニュース。2019年5月18日閲覧。チーズは、どこへ消えた著者最新作が好調。日経トレンディネット。2019年5月18日閲覧。 インターネットアーカイブによる2016年6月23日時点のアーカイブページ。ハット ABCD 大島達夫。チーズは、どこへ消えたはなぜ売れた平成のベストセラー。著者が書き残した続編が登場。公書口実。朝日新聞社。2019年5月18日閲覧。AB。本の雑誌2021年3月号。 二十八ページ。本を植える。プロジェクト発売十五年のロングセラー。チーズは、どこへ消えたお新展開。ニュースリリース。株式会社投販。二千十九年五月十八日閲覧。長崎国子が描く、奇妙で可愛い名作文学。マーブルランブル名作文学漫画集観光の、お知らせ株式会社パイインターナショナルの、プレスリリース。チーズは、 どこへ消えた夢を叶えるぞ、ヒットした、自己啓発本には必ず売れる理由があった。5つの事例、ダビンチニュースハットエビー、チーズは、どこへ消えたプロデュース平田静子さんが、初の自著後輩へ、エール、キャリアの道はいつからでも始められる。産経ニュース、パロディワーキングチーム報告書、文化庁注目の新刊、チーズは、探すな。 他の誰かの迷路の中でネズミとして生きることを拒んだ人たちへ。ダヴィンチ2012年2月号。ダヴィンチニュース。ありがとうございます。